どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、静岡県三島市にありますがっつり麺藤森三島店さんに来ております。こちらですね、もうがっつり男飯をテーマにですね、本当に量が多くて、食べ応えのあるラーメンが、人気ということで、今回やっていくんですけども、なんとですね、こちらに、激辛メニューがあるということで、今回これに挑戦していきたいかなと思います。そちらのメニューがですね、炎の赤富士ラーメンということで、今回は、ね、辛さレベルが、ノーマル3号5号ということで、今回ねこのマックスの5号に挑戦していきたいかなと思います。今回ねもうがっつり飯ですから、静岡県といったらね富士山が有名ですけども、富士山が真っ赤に染まるぐらいの唐辛子によってね、富士山が真っ赤に染まるみたいな、そんぐらいのねてんこ盛りのラーメンに激辛ということで、がっつりラーメンに激辛ということで楽しみでございます。はい、それでね、行った人の感想を見ていきましょう。ラーメン藤森ってラーメン屋さんで激辛食べた、辛いもの食べて涙出たの初めて、わらわらわらとこういうレビューが上がっておりますけれども、なんかね以前にですねダイヤモンドっていうなんか辛さレベルがあったらしいんですけれども、なんか今聞いたところによると、もうなんかそれはなんか今なくなってしまって、なんか5合目が、一応マックスの辛さになるということでね、まあ、ちょっとね食べてみないとわからないということで非常に楽しみです。静岡に来て私武者震いをしております。プルルルルルルル。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。はい、それでは早速中入ってきたんですけれども、これ、ね、早速メニュー表を見ますと、どうやらね一番人気メニューはこのがっつり系藤森ラーメンということで、豚骨醤油ベースの、超極太麺ということで、非常に今回のこの炎の赤富士ラーメンもですねこちらをベースにした、メニューになります。はい、非常にこの豚骨醤油の美味しい、スープですね。はい、で具材はですねもやし、水菜、チャーシューということで、あと唐辛子ですね、はい、を使ってるそうです。うん、楽しみですね。こちらの藤森ラーメンはこれちょっとネット調べなんですけど、藤森この炎の赤富士、はい、はですね8種類の辛味スパイスをバランスよく混ぜ込み、辛さの中に旨味と深みがあるラーメンですということで説明が書けます。はい、じゃあラーメン二郎インスパイア系ラーメンって感じですね。はい、はい、それではしばし待ちましょう。あ、来ました、来ました。こちらが炎の赤富士ラーメン5合目ということで、辛さ5合目。まさに夕日に照らされる真っ赤な富士山のように、てんこ盛りにもやしが盛られております。楽しみですね。それでは早速いただきましょう。いただきます。さあ、炎の赤富士ラーメン5合目お手並み拝見ですよと。じゃあスープね、はい、どんなもんかと。これ、あーうまい、うま辛い、あーおいしい。非常にこの豚骨醤油のコクがありますね。そしてこの唐辛子がバンと口の中を刺激、麺は極太、麺は極太でもちもち、結構辛いですね。そうですね、結構辛めにやってた。え、ダイヤモンドってこの何倍辛かったんですか？ダイヤモンドはもう従業員も味見できないぐらい辛いですね。全然違う唐辛子を使ってたんですか？いろんな。なるほど。ソースとかも入ってたね。マジか、それはもう救急車搬送レベルですね。うん、もやしはシャキシャキ、辛味噌がいい味変になります。もうねこれちょっと通りでこれスープ美味しいなと思ったらこれですね。このスープはね、これ富士山の湧き水を、これ使ってるそうでね、プラスこの、豚に関してはね、富士の湧き水で、富士山の水で育ったこの豚さんをこう使用しているということでね、もうこの富士の地元愛が止まりませんということで、うん、美味しい、うん、やっぱ大自然の中の水はね、美味しくなります。そして
汗が止まらない。じゃあちょっとチャーシューいきましょうか。このチャーシューも富士山の水で育った 豚さんですかこれは。はい、なるほど、富士山の水で育った豚さんです。チャーシューいきます。甘がみで食べれちゃう、最高。じゃあこれ半分ほど食べ終えたところでここで行きましょう。おいからさん、はい、今回ですね、卓上にあるこのラー油、はい、ちょっとラー油ちょっと後半足して、食べていきたいかなと思います。はい、ニンニクもありますからちょっと。好みに応じて。はい、じゃあちょっとこちらのラー油をね足していきましょう。なんか入ってるの、あ、すごい、あ、なんだこれ、ニンニクかな。うん、透き通るようなラー油ですね。3倍ほど入れようかな。なんだろうこれ、今日東京からバイクを 4,5 時間ほど飛ばしてきたんですけど、もう撮影前でもう汗びしょびしょで、激辛食べてびしょびしょで、体の水分がもうね、この唐辛子によるこの口のしびれが心地いいです。素晴らしい男飯って感じですね。はい、じゃあちょっと後半戦いきましょう。いただきます。ニンニクもいこう。暑いからニンニクでスタミナつけてこの暑い夏を乗り切ろうということですよ。食べようとね、残すとこはこの富士山の湧き水で真っ赤に染まったスープ、最後にこれ飲み干してこの激辛バトルにケリをつけたいかなと思います。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。がっつり麺藤森三島店さんの炎の赤富士ラーメン、辛さ5合目、辛さレベルジャララのジャン、辛さレベル7です。はい、7です。はい、はい、別にこのいわゆるね、あのハバネロとかそういったね激辛唐辛子をこう使ってるわけではないんですけれども、まあね、この唐辛子の辛みがバンと、口の中いっぱいにこう広がるような、食事です。食べ終わった後もねヒリヒリと口の中がしびれるような、そんな感覚です。はい、スープに関してはね、もう富士山の水使ったらそりゃうまくなるよねと、ああいうね、ほんとスープまでごくごく飲める、そんな一品です。はい、でチャーシューの方もね、もう甘がみで噛み切れるぐらい柔らかくてね、非常にジューシーで美味しかったです。うん、これはおすすめです。はい、まあ、これね、よくその激辛ラーメンとかね、で食べると ね、ちょっとこうお腹痛くなったりとかすることがあったりたまにしますけども、これは比較的
安心して、食べられる、そんな一品ですので、ぜひね辛いもの好き、そしてラーメン好き、がっつりラーメン好きの方はね、ぜひぜひ、このがっつり、ね、藤森来てみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激化ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。